業務内容の方、続いて説明したいと思います。ここではですね、全体の仕組みとかお仕事についてお話ししていきたいと思います。まずはじめに、岩手県民計画における岩手県教育委員会の位置づけについてお話ししたいと思います。岩手県民計画は10年間の計画でして、基本目標を東日本大震災津波の経験に基づき、引き続き復興に取り組みながら、お互いに幸福を守り育てる希望郷岩手ということを基本目標としています。で、教育分野は右下の政策推進っていうところにあるんですけれども、教育分野はこの岩手県民計画の主要政策の一つとされています。県教育委員会では、教育分野において岩手県教育振興計画という計画があるんですけれども、その計画に基づいて、岩手県の有する多様な豊かさや人とのつながりなどの強みを生かしながら、県の未来を担う人づくりに取り組んでいます。続いて、県教育委員会の職員数、これは教員も含んだ職員数なんですけれども、こちらについてお話ししていきます。この赤で岩手県職員全体の、失礼しました。県全体ですね。令和2年度の県全体を見ていただくと、県職員全体の人数は2万4千人なんですけれども、そのうち教育委員会の占める人数は、この丸で囲んだ大きな数字なんですが、約1万2千人であり、県職員全体の約半分を占める大きな組織となっております。職員数の多さを意外に感じた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、学校が県全体にありますから、その分職員数も多くなっているということです。で、続いて、学校教育における国と都道府県と市町村の役割について大まかに説明します。国は制度の枠組みの制定や全国的な基準の設定、それから教育条件の整備のための財源の保障などを行います。また、国は都道府県教育委員会と市町村教育委員会に対して指導や助言、援助を行っています。そして、国が示した基準の枠組みや財源の中で、この県は高校、特別支援学校といった県立学校の設置や運営を行っています。それから、県は必要に応じて市町村教育委員会に対して指導や助言、援助を行っています。同じく、市町村教育委員会では、市町村立の小中学校の設置や運営を行っていますし、小中学校の教職員の含む監督を行っています。で、ちなみになんですけれども、小中学校の教職員の給与の負担や人事っていったことは、県教育委員会で行っているという仕組みになっております。それから、補足なんですけれども、市町村立の小中学校の教職員の給与費は、国が3分の1を負担しておりまして、県が3分の2を負担しています。この仕組みによって任用される市町村立小中学校の教職員は、県費負担教職員と言われています。スライドの2枚目で少し触れたんですけれども、県教育委員会では、岩手県における教育の振興のための施策に関する基本的な計画として、岩手県教育振興計画を策定しています。この振興計画において、基本目標を、学びと絆で夢と未来を開き、社会を創造する人づくりとして、教育の振興に取り組んでいます。その取り組みの中での事務職員の仕事のやりがいなんですけれども、事務職員の立場から直接間接的に児童、生徒、教員、県民等へ関わり、サポートをすることができるということ、そして教育行政を推進すること、それによって教育という未来を担う人づくりに貢献することができるという点で、やりがいのあるお仕事です。ここからはですね、県教育委員会事務職員の配置先についてお話ししていきたいと思います。
で、先ほどですね、学校以外の事務局にも興味があるよっていう、興味が働いてみたいっていう方が結構いらっしゃったんですけれども、まずはじめにこの事務局っていう組織についてお話しします。まずこの岩手県庁の写真がありますけれども、この県庁の10階に5つの課が設置されています。この県庁の5つの課では、学校などの教育機関において、どのように授業を行い、そのためにどのように予算を使うのかといったことなどを決定しています。それから県内の6カ所に教育事務所が設置されています。教育事務所というと皆さん聞き慣れないかもしれないんですけれども、管轄する市町村の教育委員会と連携してですね、小中学校に関わる学校教育に関わることや、地域の障害教育に関する業務を担っています。続いて、おそらく皆さん一番イメージがつきやすい学校についてお話ししていきたいと思います。県教育委員会の事務職員のうち、8割近くが配置されているのがこの学校現場です。高等学校や特別支援学校などといった県立学校では、学校や生徒数などの学校の規模によって、1つの学校につき2名から6名の事務職員が配置されて勤務しています。県立学校に通われていた方は、事務室っていうものを利用したことがある方もいらっしゃるかと思います。それから、市町村立の小中学校なんですけれども、こちらでは原則として、1つの学校につき1名の事務職員が配置されています。小中学校では、近隣の周りの近くの学校の事務職員で、組織されている共同実施というグループがございます。共同実施のグループのイメージなんですけれども、月に1、2回程度ですね、その学校の事務室みたいにですね、事務職員さんがこう集まって、給与や旅費などの業務を協力して行っています。それから、今までお話しした学校以外の教育機関なんですけれども、その他の教育機関としては、私が所属していた総合教育センターですね。こちらは教職員の研修運営などを担当しています。それから皆さん利用したことがある方もいるかと思うんですけれども、アイーナの中にある県立図書館で、こちらにもですね、職員が配置されています。で、今までお話しした職場いろいろありましたけれども、全体で約700人ほどの事務職員が勤務しております。はい。ここではですね、こちらは、各所属ごとにですね、事務職員の業務内容を、このざっくりとこうまとめた表になっております。で、この表を一目パッと見るとですね、教育委員会と一口に言っても、本当に様々な職場があって、いろんなことをやっているんだな、ということがお分かりいただけるかと思います。で、そうですね、先ほど事務局に興味があるっていう方もいらっしゃったので、とこの本庁っていう部分をちょっとだけお話ししますと、例えば教育企画室では、教育行政の総合的な企画調整や、それから予算決算の総括のことですね。それから学校の施設の整備や維持管理といったことを担当しています。それから学校教育室なんですけれども、こちらでは学習指導ですとか、学校の管理運営、そして復興教育の推進、それから生徒指導業務といったことをやっています。それから次は私が所属している教職員課なんですけれども、こちらでは教職員の採用に関わることや人事に関わること、それから教員免許に関することもやっています。そして私がいる給与では、給与制度担当では給与制度のこと、それから職員の更生福利に関することも行っています。そして保健体育課なんですけれども、こちらでは学校保健や学校給食、学校安全、で学校体育と部活動に関することなどもこちらではやっております。そして障害学習文化財課なんですけれども、こちらでは社会教育や障害学習の推進、それから文化財の保護といったことも担当しています。で、本庁だけではなくて、この下にも出先機関とたくさんこう記載がされているんですけれども、学校以外にでもですね、いろいろな職場がありまして、日々こういった業務に取り組んでおります。はい。で、ここまでお話しした県教育委員会の
事務職員になるためにはということなんですけれども、一つ目なんですけれども、大学院修了者を対象とした教育行政職選考試験と、または県職員2種の採用試験、短大卒程度対象なんですけれども、こちらか、あるいは県職員の3種の採用試験、こちら高校卒業程度ということなんですけれども、こちらの試験に合格した上で、教育委員会に配属されることで、今までお話しした未来を担う人づくりを支える仕事に携わることができます。で、そうです。今までちょっと業務内容についてお話ししたんですけれども、令和3年度、今年度採用された職員の声を紹介したいと思います。まず一つ目、環境整備や学校行事の補助業務など、子どもたちと関わる機会が多く、日常の子どもたちからの挨拶や感謝の声に何よりやりがいを感じる。それから二つ目なんですけれども、保護者の方や地域の方から感謝の言葉が学校に届いたときには嬉しく思う。それから三つ目なんですが、児童、生徒やその保護者と関わる機会を通して、教育現場のサポートをする実感が得られることが大きな魅力であるという声がありました。この今ご紹介したこの声ですね、私もとても共感しますし、やはり県教育委員会の業務の魅力ややりがいっていうのは、こういった、やはりですね、児童、生徒や教員、県民等に関わり、サポートをすることができるっていうことが一番の魅力やりがいだと私も考えております。ね、ぜひ、県教育委員会の業務に興味がある方、教育、子どもたちの未来を担うサポート作り、ぜひ一緒にやってみたいという方ですね、一緒に岩手の教育を支えましょう。ご清聴いただきましてありがとうございました。